改めて浦島さんよろしくお願いします。こんにちは浦島です。どうもこんにちは浦島です。はいよろしくお願い、えー、はい今日はですね、えー、あそうですねまずね虹のカフェっていうものの、えー、紹介からさせていただきます、えー。虹のカフェ大泉というのはですね、えー、多世代交流の居場所として、えー、5年前に大泉の えー、上泉徳洋に開設しましまそれから約5年間ですね、えー、今回コロナがあって、えー、ちょっと活動できなかったこともあるんですが、えー、そうですね今年の春ごろから開催してたんですところが、えー、また、えー、第6波第7波が来ちゃいましてで子どもたちがあ,あのよ、ー、あ えー、来てもらうのがもうだめになっちゃったんでね、えー、さあどうしようかということで一人カフェということで、えー、この3か月ぐらい、あのー、我々スタッフを、えー、感染防止感染しないために、えー、一人でやってたんですでその間にですねいろいろ考えましていやこれじゃダメだめだもう一箇所作って、えー、と思い立ったのはこの今。 これからめあのお話しする「虹のカフェ南大泉」という、えー、もう一拠点を作るところの、えー、プロジェクトを始めたというお話です、えー、目的としてはですね南大泉地域に多世代交流の居場所を作るということで、えー、始めたんですがコロナ禍のため希薄になりつつある 住民相互の交流と活性化を図りあらゆる情報の発信場所共有場所として提供するということですコンセプトとしてはですね子育て中のご家族から介護を必要とする高齢者までの多世代にわたる方々が楽しく交流することを目的としておりますそれぞれの方に心地よい居場所を作り 地域の絆を深めてていいきたいと考えておりますこれはもう大泉も含めての、えー、我々の活動の中のコンセプトです。それで街角ケアカフェとしてですね、えー、今回はまだ認定新しいところはされてないんですが、えー、練馬区でやってる街角ケアカフェというのはですね、まあ、高齢者をはじめとする地域の方がフラッと立ち寄って お茶を飲みながら介護用語について学んだり健康について相談することのできる地域の拠点、えー、去年は現在ですね区立施設が5箇所提携施設が26箇所あるんですそのうちの1箇所が、えー、虹のカフェ大泉でございます、まあ、あの南大泉をつくるにあたってですね、えー、実行委員会をつくったんです その中の活動企画としてです、ね、南大泉町会会館をお借りして、週1回程度、2、3時間、多世代交流の居場所を開催する、ま、あの気軽に集える場所づくり、ボランティアと継承、タワー、ゲーム、手芸、体操などの開催、利用者相互の交流を促進させて、地域住民の活動に貢献する。 えここのところですね、最低限の参加費を徴収して運営するんですが、まあ、エリーを目的とする事業などは行わない、まあ、あとはコロナ感染の問題ですね、だからまあ、最終的には社会福祉を目的として,しておりえ、工場両属の範囲を逸脱としてはならないと、まあ、こういう企画から始まっていったんですが、固い言葉がいがまああの 道、えー、のカフェ、えー、通しての話なんですが、まあ、心地よい居場所づくりと地域の絆というところですよいしょ、えー、どんなことをやってるかというです、ね、これはあの大泉の方の、えー、治療なんですが、えーそうですねえー、健康体操だとか、えー、手芸づくりだとか 手芸教室もこうやってお年寄りと、えー、一緒にやっております。それでこの右側大泉の場合はお母さん方が、えー、来て、えー、子どもを遊ばしてなんていうこういう多世代の集いにいるものになっておりました、えー。なっておりましたなんていうとちょっと過去形になっちゃうんですけど今はちょっとできないんでねまあ生き生き健康体操とか折り紙教室とか結構成功なんですよ。 まああの地域連携もこれから考えております。南大泉地域にはですね、たくさんのいろんな町内会とかボランティア団体があるんで、まあ、いずれ横のつながりを持って、えー、大泉南大泉をちょっと盛り上げていきたいなと思っております。まああの開設準備委員会実行委員会を開いたんですが、まあ、実行委員さんあの地域の、えー、町会の役員さんとかあボランティアさん。 えー、連合町会さん、えー、共同推進課さん、えー、福祉部さん、えー、社協さん、いろいろ手を貸してくれて、えー、おります。それで、まあ、今日もいらしてる、私、あの南大泉の町会のちょっと、えー、下働きをさせていただいてんですが、えー、豊さんの下で働いておりました。豊さんがね、えー、それはいい、よし。 えー、ぜひと言っても人肌じゃないあの両肌脱いで応援してくれてんです。もう非常にあの心強いし、えー、助かっております。まああのお金の問題とかまあいろいろあるんですがこれはちょっと飛ばしまして、えー、こんなことも、えー、やっておりました。あの活動場所としてはですね主に南大泉の町会会館を、えー、借りるんです。お借りして。 まや、あ、か、ま、にあの別会場のサテライト活動も可能じゃないかなと思っております。まあ、とりあえずですね、活動はですね、えー、当面、月末の水曜日の、えー、14時から16時半、まあ、コロナの収束状態によって曜日時間などを変えて、まあ、これは実行委員会でいろいろ考えてみようと思っております。あのー、いきなり、ねえー 毎週毎週ってやるとちょっと辛いところもあるんで様子見ながらと思っております。まあ、イベントやなんかは、ね、どうしようかということで、えー、今回ですね、えー、顧問としてお願いしておりますフレイル予防体操の、えー、岡本さん、えー、とか えー、手芸ボタニカルドはこれ村さん、き、え、ょ、ー、もいらしております、あとスマホ教室はあの西岡さんにお願いして、えーまあ、折り紙とか、えー、手芸とか全般は大、まあ、泉のメンバーができるんじゃないかなと思っております。まあ、あの各種相談やなんかは、地域ね、地域包括センターとか、えー、社協さんが手を挙げてくれてるんで、えー、専門家にある程度、えー、お任せしようと思っております。 えー、もう終わっちゃったらあらやれなんでちょっと違う画面共有させていただきます。えー、どれですか？新しい共有これだ。よいしょ。これはですね、あ、順番が逆になっておりますが。 これはあの昨日ですね、えー、楽善さんと、えー、西岡さんがですね、えー、主催しましたの、芝翫さんが、えーえーそうですね、司会をしていただきましたあの就活フェアの中で、えー、コーヒーなんぞを提供させていただきました。これは芝翫さんが、えー、写真撮り、あ <laughs> 撮り損ねたっていうんですか。 やつをちょっと載せておりのあのボードゲームなんかやろうと思ったんですがね総合司会やってたんでちょっと無理だったかなと思っておりますこれはあの我々のメンバーですあもっとね20人ぐらいいるんですがまあなるべく密にならないようにということでまあ今回はちょっと駆けつけてきてくれました久しぶりの、えー、コーヒー提供でございます。 これは芝さんも来ていただいたあ、私も実行委員なんですが、芝、えー、さんのもと、えー、働いております、えー、つながるフェスタ、えー、2022年、えー、イン、0辞ですね、えー。表にワークショップを虹のカフェで出しました。だから最初ね、あのー、10組ぐらい、えー、無料でっていうことで、えー、やってたんですが、もう思,思ったよりいっぱい集まってきちゃったもんで。 セットのバラバラにして、えー、子供に子供さんに楽しんでもらったんですがやっぱり子供さんたちはいいですよねあのー、もう一家族一つだっていうと、えー、小さい子どもが泣き出したりして <laughs> まあ小さい子にはかないませんがね、うん、こんな感じでこう大盛況で、えー、開催させていただきましたああもうサンババああこの右側えー 区会議員さんが、えー、ご挨拶に来ました。というようなところで、えー、これはあのー、そうですね、9月の28日ですね、オープンの時です。南大泉。ちょっと狭いところなんですが、えー、鹿野さんもマラスさんも二所川さんも皆さん、えー、応援に来てくれました。ありがとうございます。まああのー、お金がないんで。 本家本元の旗を借りてきて、えー、マジックで書こうかなと思ったんですけどまあそのまま大泉にしております、まあ、看板も、えー、こんな調子でまだまだまだ手作りですがこれから頑張っていきますあのー、いいデザインできる方がいたら是非お願いしたいと思います以上でございます はいありがとうございます本当にもうもうそうですねあの二、ー、正さんがもう本当二正家さんと、えー、そうですね村さんも、えー、一緒に、えー、やってくれるっていうので本当に心強いんです、えー、豊さんありがとうございますどうも早速ねあのー、今月末には ええ、西岡さんが、スマホ教室を一つ、一枠、ええ、勝手に出てくれるということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それじゃあ、あ本当に、ええー、南大泉から、こう、一日、二日と、連続で。ええ、浦島さんにはお世話になっておりますけれどもね。ね、えー、はい。じゃあ、ようこさんに、早速、お話を振ります。ようこさん。はい。 あのこの間あの、まあ、今回お誘いいただいてあの、何かお手伝いできることがあればということであの参加させていただくことになりました。まだ何もしてないんですが、これから頑張りたいと思っています。あの初めてこの間、拠点に、えー、と先月伺ったときに、こんな綺麗なところだとみんな参加し、あのね、結構、その町会の、えー、施設というと、 なんだろうまあ先入観ですけどそんな新しくないような印象があるんですけどまだまだできて新しいような建物ですね綺麗な清潔なところでいいなと思いました、ねうんはい、あとそのなんだろう南大泉にそういう拠点がなくて皆、うん、さんそういうところをがあったらいいなと思っていたっていう声をこの間も、まあ、参加者の方からお聞きをして。 そういうところ、皆さんやっぱり求めてらっしゃるんだなって、需要にマッチして、すごいなと思いました。ありがとうございます。まあ、その辺の話は、いきなり振っちゃうんですが。ええー、豊会長、どうですか。音入れてください。 えー、豊哲夫と申します、まあ、皆さん知ってる顔ばっかなんであれなんですけども、まあ、今話があったように私は実はあの南大泉地域包括支援センターあそこに街角ケアカフェケヤキというのがあってそこに、まあ、今はコロナの関係で週2回じゃないんですけどもコロナ前は週2回火曜日木曜日に 当番で十何人か十数人の,あの担当お当番がいてで交代であの、まあ、い今やっているカフェみたいなのをやっていましたであっちは線路向こうであの南湯淳5丁目なんですよねで私1丁目で線路の反対側であの 実際向こうの方ってあんまり行ったことなかったしでなんで私がここにいるのかなって時々思ったりしてさっき浦島さん言ったようにみんな妙泉にこういうのができればいいのになって私自身も、まあ、実は思ってたところなんです。で、まあ、場所といえば町会会館っていうのはその当時は思いつかなかったんであそこはもう会議をする場所っていうイメージが私にあったんで。 あの地区区民間かななんて思いながらやっていく中で、その浦島さんの方から町会会館借りて、そういうのや,ったらやれたらどうかなっていう話が出たんで、おお、それはいいねっていうことで、まあ、最終的に今回の,あの虹のカフェ南大泉のスタートになったと、そういう感じですね。ありがとうございます、はい いや本当に、えー、そうですね、やっぱりあの町会っていうのは、あの辺が、旧町会ですか、ね、旧町会、えー、ありまして、えー、会長さんが集まって、えー、毎月6日会とかいう、えー、会を開いて、いろいろ決め事をしているんです。その中に、ももうさんが、ね、ちょっっと声かけてもらって、ら えーまあ、あの各町会の会長さんもやっぱり同じ思いだったみたいで、本当に快くね、えー、引き受けていただいたんで、まあ、あの本当、えー、なんていうんですか、嬉しいですね、本当に。まあ、だから、えー、実はですねこの間、1回目開いたとまに、えーまあ、お披露目のつもりで、何もイベントをやらなかったんです。 そしたらあの、ふらふらっとのぞきにした、えー、おばあちゃまが、うーん、今日は何もないんかい、えー、みんなの、えー、知ってる人たちだけでわいわいやってるんなら帰るわって言って帰られたという話聞いたときにああ、これはいけなかったなぁと思いまして、ね、うん、まあ、あの我々はだけだったら、そういうときは別なときにやって、えー、本当にやるときは。 えー、そうですねあの利用者さんのことをやっぱり一番最初に考えなくちゃいけなかったんだなと思ったのが、えー、今回の反省点でまあ、えー、次につなげていきたいと思っておりますはいありがとうございますますますねこういろんな内容を充実させていきたいっていう感じですかねはいねじゃあこれで枝、はい、島さんのお話 一旦区切らせていただきます。はい。いそれではありがとうございました。皆さん拍手お願いします。